中国への不正送金に関与したとみられるサーバーの管理会社が摘発された事件で押収されたサーバーから500万件以上の不正に取得された個人情報が見つかりました警視庁は去年東京豊島区のサーバー管理会社を捜索し中国からの不正なインターネット接続を可能にするサーバーの解析を進めてきましたその結果、 506万件の ID やパスワードなどの個人情報が見つかりましたこのうち6万件は通販サイトや無料通信アプリを同じパスワードで利用されていました6万件のリストは中国のサイバー犯罪グループによる不正アクセスや無料通信アプリの乗っ取りなどに悪用されたとみられています